リクライニングボタンでフラットに。ゆっくりとスヤリーに乗せ、ベルトを留めましょう。優しく揺らして眠りに誘導しましょう。寝かしつけの時は愛情をたっぷり伝えながら行うと、赤ちゃんにも伝わります。ホロを半分ほどかぶせ、暗がりを作りましょう。光の刺激をこのホロでブロックできます。できる限り暗くして寝かせてあげると、質の良い睡眠に。さらに揺らしたり、体をトントンしたり、眠りに誘導しましょう。ホロを最後までかぶせ、真っ暗空間を作りましょう。ぐずったり泣いたりする場合は、落ち着きやすくするため、シーッ、シーッと耳元で言いながら揺らしましょう。ホワイトノイズをかけることも効果的です。ホワイトノイズをかけておくと、子宮の中にいた時の音とも似ているので、安眠効果も期待できます。泣いている時は少し強めに、落ち着いたらゆっくりと、など、揺らし方を赤ちゃんに合わせて調整しましょう。寝そうになってきたら、だんだんと揺れやトントンなどのサポートもゆっくりにし、フェードアウトしていきましょう。寝つく時と目覚めそうな時の動作が同じ状況でないと、違和感で起きたり、長く寝られないことにつながってしまいます。完全に寝つく前にフェードアウトすることが重要です。